大阪丸ビルは、大阪府大阪市北区梅田1丁目9番20号に、ある円筒形の高層ビル。地上30階、地下2階、高さ123.92メートル。1976年3月に竣工した。大阪駅前のダイヤモンド地区中央に位置し、完成当時は、周辺で唯一の高層ビルであった。株式会社大阪丸ビルは、 大阪丸ビル内のホテルテナントを運営する企業。建物の形状が円筒形であることが名称の由来。そのユニークな形状、一部が復活した屋上部の電光掲示板、大阪の高層ビルの先駆けとしての風格等の理由から今でも梅田のランドマーク的ビルと位置づけられている。もともと西梅田一帯の地主であった9代目。 吉本五郎衛門の分家の末裔にあたる吉本春彦が少年期に相続していた土地であり、戦後はバラックなどが不法占拠していたものの、立ち抜きなどを解決させ、藤田工業によって竣工された。なお、本家である吉本五郎衛門はハス向かいにあるヒルトン大阪、ヒルトンプラザ大阪などを所有している。運営会社である旧大阪丸ビルは、 富士田工業の関係会社として設立されたが、1987年に吉本春彦が代表を務める吉本土地建物によって株の過半数を買収され、吉本が名実ともオーナーとなる。一等すべてを大阪第一ホテルとして運営していたが、特徴的なビルの形状ゆえ維持費の負担が重く、地価の下落や収益低下もあって債務超過に陥った。 2004年1月に国策会社産業再生機構による支援が決定し、再生計画として再建法規と宴会場をテナントフロアに転換させて収益を上げさせることが盛り込まれた。吉本土地建物が旧大阪丸ビルを九州合併して新生大阪丸ビルに社名変更した後、2004年11月にスポンサーに名乗りを上げた大和ハウス工業の子会社と なった。再生計画の再建放棄に際して、吉本春彦が5億円の資材を提供した。なお吉本春彦は顧問を務めていたが2017年5月30日に93歳で、他界している。子息の春行きは継続して社長に就任している。ビル内には、大阪丸ビル直営の大阪第一ホテルが修行となっているが、その他商業テナントも入居している。 かつては屋上にビルを一周する形で、電光掲示板、大阪丸ビルコンピュートサインが設置され、ニュース、広告、さらには伝言版などを回転表示していた。大阪駅ホームなどからも見ることができ、梅田の名物となっていたが、周辺に高層ビルが増えて見えにくくなったことや、電光掲示板設備の老朽化もあり、2003年9月30日を最後に撤去された。 ちなみに、最後に流れたニュースは、当時、星野監督率いる阪神タイガースの優勝であった。2005年10月4日からは、大和ハウスグループ、大阪丸ルビルのロゴ看板の一部に、小さな電光表示板が組み込まれ、時刻、気象情報を伝えている。ありがとうございます。